アセチルコリン、アセチルコリン、エステラーゼ、アセチルコリン、エステラーゼ阻害、アセチルコリン、エステラーゼ阻害剤とは、アセチルコリン、エステラーゼの活性を阻害し、神経末端のアセチルコリンの濃度を上昇させる、ことで副交換神経を興奮させる薬剤の一種で、ある。可逆性 A 級薬は治療用に使われるものも多い。治療目的としては排尿障害に対して、カジスチグミンが、 重症筋無力症に対して、シューカジスチグミンや塩化、アンベノニウムが、全身麻酔時の筋弛主管薬に対する、喫抗薬として、ネオスチグミンやエドロホニウムが、アルツハイマー病などの改善薬として、エンサンドネッペジルや、リバスチグミンなどが使用されている。また、非化逆性エイキ棄薬は一部治療用に使用される、ものもあるが、多くは、殺虫剤や農薬として使われる。また、 化学兵器のサリンや VX ガスなどもコリンエステラーゼ阻害薬の一種である。エイキーは以下の形で存在する。アセチルコリンエステラーゼ阻害剤には可逆性のものと非可逆性のものがある。以下に主な薬剤を挙げる。ありがとうございます。